好きなんですよね、カニカマ。カニカマにしよう。カニカマ、ちゃんと辛くしますからね。コロ。皆さん、おはようございます。こんばんは、こんにちは。木島明日香です。はい、突然ですが、おうち時間、刺激が欲しくないですか？というわけで、今日は明日香さんちからの提案として、おうちピクニックをやりたいと思います。イエイ。てなわけで、ここにですね、こうサンドイッチを作るイメージで、で、まあ普通にサンドイッチを作ってもね、まあ楽しいんですけど、せっかくなので、激辛チェンジャーも兼ねて、いろいろなね、サンドイッチを作っていきたいなと思います。はい、じゃあ皆さん、恒例の乾杯！ああ、美味しい。一週間ぶりぐらい飲みました。たまんねー。よし、じゃあやっていきますか。どうしようかな。普通のやつ作りたい。BLT 的なやつ。でもなんか、辛味を何にしようかな。迷うな。ベーコンでしょ？とりあえず。BLT。BLT。ベーコン、レタス、トマト。トマトないから。トマトないから。卵にしよう。レタス、アボカドとかも入れてみる。あすかさん、前回カラ、はい、チェンジした時は、はい、罰ゲームを受けてるみたいっていうコメントが一緒ありました。はいはい、どう思われますか？全然そんなことなかったです。でも私が自分で入れて自分で自爆したやつがありましたけど、一番最初にあれ以外はね、本当に美味しかった。辛いの大好きなのね。全然そんなことないですよ。美味しくね。美味しく。だから今日は美味しくちょっと作ることを目標に頑張りたいと思います。はい。わさびとか？わさびとか美味しいんじゃないでしょうか。わさびマヨになるの。アボカドとわさびと合うのかな。マヨネーズに入れよう。これくらいです。ベーコン、レタス、卵、わさび、マヨネーズ。まあ結構一般的な。あとアボカドですね。いただきます。わさび合いますね。アボカドとめっちゃ合う。アボカドが結構まろやかだから。めちゃくちゃいい。先に、どうしようかな。ちょっともう一回わさび使っていいですか？よっ。グリーン系を全部使う。グリーン系を全部使ってみたい。きゅうり、アボカド、アボカド、よし。見た目すごいベジタル、ベジタブルな感じ。よし。普通に美味しいんじゃないかな。でもグリーンスペシャル。いただきます。うん、でも確かにちょっと草っぽい。草っぽいって言い方悪い。ちょっとなんか華やかさが欲しくなる。わさびは効いてるんですか？わさびがね、効いてない気がします。からし出る？からしとわさびってどうなんだ。一回やってみます。うわ、ちょっとね、ちょっと待って。
うん、うん、辛っあ、でもいい辛さ、刺激物があった方がやっぱいいな。なんか最近刺激物食べました？それが最近食べてないんですよ、あんまり。まあ、カレーとかは食べてますけど、最近ゲームすることが多いじゃないですか。ワンハンドで食べれるものとか、納豆ご飯とか食べてて、刺激物活動やってなくてなので、ちょっと、ね、弱ってるかもしれない、舌が何にしようかな。ベーコンと、あとアボカド、いいんじゃない？で、卵で、ちょっとね、変わった調味料を入れたいんですよ。この間アスカさんち、スナックアスカでやったね、調味料の時にちょっと余ったネギ塩ちょっと挑戦してみよう。あ、でもこれ絶対美味しいやつやん、普通にで、これ新入りのレインボーペッパー、ミックスペッパーですね。お、あ、なんか見た目おしゃれじゃあちょっとこれは激辛チェンジャーではないんですが、まあ胡椒を塗ってもいいとしましょう。このままいきたいと思います。いただきます。うん、うん、ネギ塩めっちゃ美味しい今日一美味しいえ、めっちゃ合うやん。うん、うん、これめっちゃ美味しい。なんかね、アボカドのすごいまろやかな感じと濃いネギ塩の味がめちゃくちゃ合う。これめっちゃ美味しいです、本当に、うん、やってほしい。でもネギ塩がサンドイッチにめっちゃ合う、すごいな万能やん、マジで。次、はい、じゃあちょっと韓国をね、イメージして作りたいです、うん、ああ、韓国行きたい。私なんか自粛中により韓国のね、文化がすごい好きになったんで、ね、行きたいんですよね、今になって韓国といえばチーズじゃないですか。チーズ、キュウリとかいっぱい使ってるイメージ。キュウリちょっといっぱい乗せとこうで、あとまあ卵入れとく。卵でですよ、コチュジャン入れます。なんかそれ辛くなかったっす、ね、辛くなかったいや、豆板醤でしょ。じゃあ豆板醤は辛いです。うわ、辛そうちょっと辛そう。でもね、チーズも入ってるんでちょうどよくなるんじゃないでしょうか。チーズ、キュウリ、卵、豆板醤。すごいね、香りは辛いですいただきます。うん、うん、辛いけど美味しいめっちゃ合う、豆板醤。唐辛子よりね、ちょっと優しい甘みなのでいいかも。辛みとチーズが韓国っぽい気がするアスカさん的な辛さ指数は何ぐらいですか？5段階中1ぐらいたぶんチーズが入ってるからですかね。じゃあ刺激は足りてないんじゃないでしょうか。はい、
ていいんですか？行きましょう。わかりました。じゃあ思い切りね、辛いの作りたいと思います。私の好きな食材作ってもいいですか？そうね、チーズね、やっぱ美味しいわ。サンドイッチのチーズ、チーズで、やっぱ好きなんですよね、カニカマカニカマにしよう。カニカマで、まあ安定のキュウリでしょ。ちゃんと辛くしますからねキュウリ入れて、あ、結構盛りだくさんにしましょう。じゃあアボカド、卵、何でしょう、タバスコとか、チリもやばそう雷って書いてるもん。スーパーホットって書いてる。じゃあこれ使いますかあ、ね、ちょっとかけすぎないようにしないと、これ本当にやばいやつだから絶対。明日もジップだから本当に喋れなくならないようにしないと。あ、これはやばいか、ちょっと感覚がわかんないちょっとマヨネーズパンつけとくかもよし、いざあ、匂いきてるもん、これもうすでに。チーズ、カニカマ、キュウリ、アボカド、卵、和風激辛ソース、マヨネーズ、いただきます。足りない、絶対。え、足りない、足りないんですよ本当に。美味しいです。あ、でも辛い。うん。うん。あ、慣れた。いけるいける、美味しい。うん。でもなんかちょっとタバスコの味になるかもしれない。結構。いや、辛い。辛かった。ちょっと入れすぎました。はい、てな感じで、おうちピクニックやってみました。激辛チェンジャーは、まあ、一旦置いといて、なんかちょっとね、ここに食材を並べて、自由に、こう、ピックアップして、サンドイッチにするのがめちゃめちゃ楽しかったです。皆さんぜひやってみてください。でね、私、今日めちゃくちゃいい組み合わせを発見しました。ネギ塩とアボカド、めっちゃ合う！サンドイッチに。ぜひしてみてください。はい。めちゃくちゃ美味しかった。本当に。あのチューブが本当に万能だなと思いました。てな感じで、まあ、おうち時間がね、もう少し続きそうかなっていう感じなんですけど、いろいろ工夫をして、おうち時間楽しみましょう。てなわけで、この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、じゃあ、バイバイ。